皆さんどうもガメコです。本日もシティーズスカイライン PS4 版、スノータウン編ですね、実況の方やっていきたいと思います。前回はですね、急成長中の町になりました。人口が2600人に、到達しましたというところでですね、終わっておりました。はい、今回はその続きからねやっていこうと思うんですが、前回コメントの方をいただきましてですね、電力供給ね、今も電力不足ちょっと出てるんですけど、ここね、電力の需要が多いのは暖房をねエアコンで賄ってるからですよと。で、この解除した、新しく解除した暖房のところ3つですね、この暖房パイプ付きの水道管と、地熱暖房プラント、ボイラーステーションで、賄った方がいいと思いますよ。ただ、この暖房パイプ付きの水道管高いんですよねというコメントをいただいたんですが、そうなんですよ。普通の水道管と比べまして、維持費はね、どちらもかからないんですけれども、建設費はですね、5倍ね、違いますので、ちょっと、まあ考えないといけないなというところに来てるんですが、とりあえずですね、需要のバロメーター見てもらったらわかるように、商業と産業の方、ちょっとバロメーター出てきてるので、そちらをね、先になんとかして、あとは、ちょいちょいと水道管の方ですね、アップグレードしていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、とりあえずですね、水道管の方すべて暖房付きの水道管にアップグレードしましたが、お金がねちょっと足りなくなってきたので、ボイラーステーション等はまだ設置しておりません。で、ここの3つ新しくですね、産業区画と、あとここに商業区画を1つ設置しました。でそしたらね、電力不足はまあまあ増えてきたのでですね、はい、ちょっとチェックをしてみたいんですけども、まあギリギリなので建てれませんね。まあまあちょっと待っておきましょう。お金を借りることができないので少ししばし待機をしましょう。引っ越してはね来てくれるとは思うのでね。でお金に余裕ができたら、今度こっち改良型の風力タービン、こちらをですね、建ててちょっと賄いたいと思います。電力ね、補いたいと思います。はい、で、次のね産業区画なんですけども、ここの、林の部分ですね、見てもらうと分かる通り林なので、林業が盛んになってますね。この部分林業の、林業特区にしたいと思います。はい、今まではね何もない一般って言ったらいいのかな、ただの工場だったんですけどね。はい、さあ引っ越してきてくださいよということで、結構ね工場の方割とすぐパンパンになりますね。なんでかわかんないですけど、はい、じゃあちょっと追加でですね、作っていきましょう。はい、どうでしょうか。ここのね下の2つがリンデンパークとなって、林業に特化した、産業地区になっております。ここにあと1つ追加で住居エリアを、建てました。はい、お金はね順調に増え続けていっているのでですね、まあこのまま、ボイラーステーションの方で賄いたいと思うので、ボイラーステーション、6万か先がちょっと長いんですけど、頑張って貯めていきたいと思います。電力はまあなんとかねいけてそうなんでね。はい、で確か、暖を取るための条例みたいなのがあったと思うんですけど、この暖房に対しては3つ今のところありまして、暖房用の電力禁止ね、これ、施設は暖房のための電力使用を禁じられ、暖房サービスによって提供される暖房しか利用できません。暖房サービスが、都市全体の暖房を賄えるように調整が必要です。これってさっきのボイラーステーションで賄えるってことだよね多分。でこれは、施設は暖房サービスの利用を禁じられ、電力しか利用できません。これにより、寒い季節は電力消費量が大幅に増加します。これは逆に電気しか使えないんだね、こっちの方がいいよね。でこれもあるんですよね。はい、断熱、建物の熱や建物の熱じゃないな
建物の壁や屋根に断熱材を貼り取り付け、暖房に使う電力を節約することができます。ただし建設費と維持費が高額なため、税収が減少します。で、はい、で今税金なんですけれどもですね、全部一応一律 11% にしてますが、もう 1% ちょっと上げます。 12% ならね、そっと上げても誰も文句言わないので、はい、絞り取れるうちにね、絞り取っておかないと、まあね、最初のね時はね財政難で困ってますので、はい、絞り取りましょう。はい、で少し住宅エリアね、ほんのちょっとだけ増やしましてですね、まあまあ人口の方も増えつつで、お金もね増えつつなんですが、まあ6万までまだ高いですね。壁は高くて、で次のマイルストーンのお祝い金がですね、ドカンと飛んで5000人なんですよ。5000人までには6万か、いってると思うので、多分ねボイラーステーション建てれると思うんですけどもね。あとまあこれもお金の問題ですけど、墓地もないし学校も今のところないし、消防署とか警察署も、警察署ないのか、あ、一つずつしかないんですよね。本当はこう各区画、第1、第2でここまあ第3にしようと思ってるんですけど、各エリアに一つずつ、いやもしくは二つずつ欲しいなと思ってたんですけどね、ちょっとまあいかんせんお金のね問題があって、まだまあ経済の方の借金も融資もね返せてない状況なんで、あとまあこっちなんてね247州ですから、はい、まあちょっときついかなというところが本音ですね。とりあえず人口の方をもっともっと増やすしか選択肢ないので、人口の方をもっともっと増やしにかかりたいと思います。はい、ですね、どうやら、お金が、資金が余るよりも先に人口の方が5000人突破しそうなんで、お祝い金でなんだかボイラーステーション行けるかなっていう感じですね。はい、ちょっと、というかだいぶ拡張してまして、クレッセントパーク、こちらもですね、はい、ちょっと拡大、こことここの2区間、拡大の方させてもらって、あと、林業の方もですね、だいぶと拡大しました。どでかく撮っております。で、ここのお名前も付けました。ここからここまで、わかりにくいかな。この道路を挟んで、下側が、ダッフォディルハウツと、はい、人口が5000人に到達して忙しい街になりましたということで、新しい機能としてはね、都市計画の条例が一つ、それと新しいサービスは特殊施設のレベル4と、娯楽と観光の特殊施設、それと新しい産業特区は石油産業重視、ただまあこのマップ石油産業もない感じなんで、多分使わないまま終わると思います。で、新しい商業特区は観光特区が一つ追加で、で、新しい条例が、公共交通無償化、ヘリコプター優先、大型車両禁止、自転車推奨、あと自転車のね、歩道通行禁止、歩道はまだ、このマップでは作ってないんですけども、まあ、ゆくゆく場合によりきり作ろうかなと思います。騒音禁止、解雇主義、スタッドタイヤ、滑り止めスタッド、急速復旧、再建中止などなんですね。新しい道路は2車線の道路街路樹付き、高速道路防音壁付き、4車線道路、4車線道路の、装飾用の芝生付き、街路樹付き、それぞれね。あと2車線道路の芝生付き、6車線道路の、装飾用芝生付き、2車線一方通行道路の芝生付き、2車線一方通行道路の街路樹付き、6車線道路の、それぞれ街路樹付きとね、芝生付きと、なっております。で、
2車線道路の自転車レーン付き、4車線道路の自転車レーン付きっていうのがあるんですけども、自転車推奨にして自転車レーン付きにしたら、渋滞ってやっぱちょっと緩和されるんですかね。まだ渋滞ってそんなに、真っ赤っかなところはなかったんですけども、今後ね、解消されるんであれば、この2車線の、2車線、4車線、6車線、各車線のね、自転車のレーン付きのこの道路を使っていきたいかなと思っております。で、あとは、防音引き付き2車線の高速道路と、4車線の高速道路、高速道路って、高速道路と、あと、緑地帯付きの大道路、バスレーン付きの大道路、防音引き付き1車線高速道路ね。あと、一番、右にある非対称3車線道路。これは、どういうことかな？あれかな？上りは1車線で下りは2車線ですよ、みたいな。そんな感じなのかな？道路の形状から見るとそんな感じですね。これは一般道に使えるのか？それとも高速で使うのかな？わかんないです。はい。てか、実際そんな道路があるのも知らなかったです。あるかもしれないんですけど、意識してなかったですね。はい。で、新しい施設はですね、石油火力発電所、病院、消防本部、熱帯植物園警察本部、あと、交通の方はバスターミナル、釣り橋、ちゃう、釣り橋じゃないわ、釣り桟橋と、船釣りツアー、はい、マリーナ、乗馬クラブ、スノーモービルコース、アイスホッケーリンク、桟橋のレストラン、道路整備車庫、あと、消防ヘリコプター車庫ですね。はい。で、気象レーダー、ポンプサービス、津波部位、フェリーバス中継所、運行機関、何するの？で、あと、医科学研究所、ドライブインのレストラン、ドライブインのレストランとか、蕎麦屋とか、うどんとかっていうのは、あれだ。モダンジャパンのダウンロードコンテンツを購入したからついてきたやつです。はい。ね、日本っぽい感じの街並みが作れるということで。で、そう。日本っぽい街並みで思い出したんですけど、他のシティーズの攻略とか、いろいろ動画の方を拝見させてもらってるんですけども、道路あるじゃないですか。信号とか。こういう感じのやつとか、あとは青看板でいいのかな、青看板、高速に入る緑の看板ですねとかって、日本風とか日本の街並みにしたいんですけど、それってモッドを入れないといけないみたいな感じだったんですよ。で、私全然初心者なんでよくわからなくて、モッドっていうのってパソコンだけなんですかね。 今 PS4 でやってるんですけど、PS4 でそういうモッドは入れられないのかなーなんてちょっと疑問です。なので詳しい方、いらっしゃったら、優しく分かりやすいように、コメントで教えてくれたりするとすごく助かります。もしね、 PS4 でも入れれるんであれば、入れていって、よりこう日本風にね、いや今のこの外観道路も素敵なんですけどね、日本に住んでる以上はやっぱりこうね、日本風な街並みをこう一回は作ってみたいなと思うので、もしね、こういう方法がありますよとか、あ、残念、そのモッドは、そもそもモッドっていうかどうかも、定かじゃないんですけど、ね、それは PC しか、パソコンしか使えないですよとかって、まあ、それはそれでね、いいんで、ちょっと調べたんですけど、よくわからなかったです。すみません。なので、教えてくれると、すごく、とても助かります。で、はい、5000に行くちょっと前のお話に戻りますけども、ほい。こう、あれだな、これにしようか。ここの道路から上がキングスクエア。で、ここから下が、だから、ダッフォディルハイツになっております。はい。で、まあ、ちょうど5000人なんで、この辺で終わりにしたいと思うんですが、次回はね、このお金5万8000、あ、それでもちょっと足りないな。はい。次回は、やっと、暖房器具のそのボイラーステーションを建てていこうかなと思っております。はい。
それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。モッドに関するコメント、その他何でもいいんでお待ちしております。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。